歌詞に踏んだ大震災の復興を祈願するために仙台市立八犬中学校の生徒が演奏したことで話題となった曲「明日という日が」をお聴きいただきます。今生きていること、一生懸命生きることはなんて素晴らしいのだろうと、まっすぐな歌詞で歌われるこの曲にたくさんの人が感動し力をもらいました。自然災害や新型コロナウイルスにより日常の生活が送れなくなるたびに、当たり前のように何気ない日常を過ごせることがどれだけありがたく幸せなことかを感じさせられます。明日という日を信じて心を込めて歌わせていただきます。それではお聴きください。
ありがとうございます。皆様もお暑い中ですので、本当に飲み物などお飲みになってお聞きください。ありがとうございました。さて、ここで突然ですが、皆さんが今一番行きたいところはどこですか？なかなか今は行きたいところに思うように行けなかったり、海外旅行などにも行けなくなってしまいましたが、では音楽隊のフルート高奥山荘に今一番行きたいところがどこか聞いてみたいと思います。高奥山荘、今一番行きたいところどこですか？そうですね、私はフランスのパリ、シャンゼリゼ通りでいっぱいお買い物したいです。フランスのパリ、シャンゼリゼ通り、すごく素敵です。フランスのパリに行かれたことある方いらっしゃいますか？あ、シャンゼリゼ通りも行かれたんですか？行かれたんですね。私も行ってみたいなと思っている場所です。では荻野市長にも今一番行きたいところどこか聞いてみたいと思います。どこですか？私もシャンゼリ通りに行って、マカロンとクロワッサンとムールダイをお腹いっぱい食べたいです。ありがとうございます。ちょっとシャンゼリゼ通り噛んでいましたけど、荻野市長はいつも食べることがすごく好きで、食べ物の話をいつもしてくれます。それでは今日はそんな2人にぴったりな曲、オーシャンゼリゼを演奏したいと思います。皆様も海外旅行に行ったような、そんな楽しい気分でお聴きください。それでは行きましょう。オーシャンゼリゼ。ありがとうございました。オーシャンゼリゼでお聴きいただきました。